はい、こんにちは、山里と申します。今回はですね、何をやるかと思ったら、特定、封筒郵便物のことをね、ずらーっとやってました。要は何のことかって言ったら、これもレターっぽくのことなんですけどね。まあ、補足と言いますかね、こっちはあんま需要がなさそうなんでね、スマートレターはスマートレターでちょっと別にね、ちょろっとだけ説明しておこうと思います。特定封筒郵便物のほとんどレターバックの説明で終わっちゃいましたんでね、これの後に出たんですね、レターバックがわーっと売れたのに合わせて、実はこっそり発売されたのがこのスマートレターっていうやつです。サイズが、これまあ微妙なんですよね。サイズが A4 サイズの大体半分ぐらいということで、まあ、A4 のやつをね、2つ持ちでね、送れますよ。だからまあ折りたたまないといけないんですけど。で、次にこいつは、特定記録はついてないんですよね。これがね、やはり通販やる人にはちょっとね、ネックになったみたいですけどね。です。ただ、このサイズで、重さ1キロまで、1キロまでで、厚さ2センチまで、重さ1キロまでやったら180円で送れるんで、結構お得なんですよね。今1キロだといくらかな。普通に規格内で、1キロ以内で送ろうと思ったら、570円かな。あ、ちょっと、あ、すいません。値段はちょっと調べ直して、ここ下に出しておきます。この値段です。ですから、まあ、普通に考えたら、300円以上、400円近く、お得になりますから。それはやっぱしね、重たいもの、1キロ以内でね、ある程度ですので、200グラムを超えてきたらお得になってくるのかな。150グラム超えてきたらもうお得になるわ。ですので、そういうふうに考えたら、まあ、使い勝手もあるのかなっていうことになります。ただこれもですね、レターパックのところの後半で説明した通り、いわゆる、パック郵便物ですね、列車でいうところの規格乗車券みたいなものなんで、これにプラスアルファオプションをつけれません。だから、これに、安くして1キロギリギリ前入れてね、特定記録をこれにつけたら、ああ、いい感じに安くなるじゃないですか。160円で結局300円じゃあんまりこれと変わらなくなってくるんですけどね。そういうことは原則でもうできません。一切、これはもうこれだけなんで、これにじゃあ速達つけて、これ速達性が一切ないやつになりますね。何日かかるかわかりません。普通郵便と同じような扱いで扱われるんですけど、ね、速達つけてって言ったら、あ、すいません、それはできません。ね、普通郵便で送ってくださいってなっちゃいますので、気をつけてください。特にスマートレターだからね、まあ、正直微妙な商品なんで、あんまり使われてないんですよね。レターパックはね、そのあたり速達性とかも兼ね備えてますんでね、特定記録までついてますしね、やっぱ記録の有無はね、特に通販やる上で大きかったのかな。こいつに関してはですので、まあまあ微妙。服とか送るのにもね、厚さ1センチ以内だら微妙だしなっていうのがあるんで、まあ、ちょっと残念、商品っちゃ残念商品だったかなと思います。ただこれ一つ言うのは、新書送れますから、新書送れるんで、これあくまでも郵便物用のやつなんでということなんで、そこがまあ使いどころのメリットとしてあるのかな、どうかなっていう感じかなと思います。まあこれを言うあたりにね、まあ本当スマートレターこれぐらいになってしまうんですけど、まあとりあえず第一種郵便物はこれで全部になるかなと思います。まあただ封筒郵便物全般に言うことはね、封筒代が浮くんですよね。これ意外とこの特に定期外とかになってくると封筒代とかって一つ大きくなってきますからね。特に郵便所管なんかで、私どうして郵便所管とかのかっていう理由の一つでもありますけど、このミニレターね、この値段で20円ぐらい安くね、普通郵便よりも送れる上に封筒代が置くんですよ。意外とこの1、2円、2円とか、少額のシングルカードのね、発送とかでやるときは、この1円、2円って、まあ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 ね、響いてきますからね、ということでね、まあ、そういうような感じで、まあ、この、封筒郵便物と、こういったね、ミニレターっていうのを使いますよ、というので、頭に入れといてもらったらいいんじゃないかなと思います。ということで、この動画以上で示させていただきますね。どうもご視聴ありがとうございました。